実行するローレンスレッシグ http コロンスラッシュスラッシュ cyberlaw.stanford.edu スラッシュレッシグスラッシュ左ローレンスレッシグ右ジミーウェールズ2007年ドゥブロブニックで開かれたアイコモンズアイサメットにて Wikipedia は2009年6月にクリエイティブコモンズライセンスを採用したローレンスレッシグはアメリカ合衆国の法学者 専門は、憲法学及びサイバー法学。ハーバード大学法学教授及び、エドモン・ジェサフラ財団倫理センター所長。スタンフォード大学ロースクールの教授及び、同大学のインターネット社会研究所を歴任。ペンシルベニア大学ビジネススクール、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ、イエール大学ロースクールで法学を専攻した。専門は、憲法学及びサイバー法学。 著作権の拡大に対する批判で知られる。スタンフォード大学に移る前は、ハーバード大学及び、シカゴ大学のロースクールで教えていた。政治的にはリベラルだと見られているが、非常に保守的なことで知られるリチャード・ポズナー判事と、アントニン・スカリア判事のロークラークを務めていたことも、ある。エルドレッド・アシュクロフト裁判で原告のエリック・エルドレッドの代理人を務め、 フリーカルチャーのコンセプトを打ち出した。また、フリーソフトウェア運動も支持している。フリーソフトウェア財団と自らが設立した、クリエイティブコモンズの理事を務めている。ソフトウェア特許がオープンソースとイノベーションの脅威になると予想しており、2002年に行われたオスケンのスピーチではこの話題がおよそ半分を占めた。2002年には、フリーソフトウェア財団のフリーソフトウェア、 推進栄誉賞を受賞した。2004年4月より、フリーソフトウェア財団の理事を務める。2009年、ハーバード大学法学部教授及び、エドモン・ジェイ・サフラ財団倫理センター所長を務める。2015年8月11日、クラウドファンディングによる、選挙資金100万ドルの獲得を条件として、次期米国大統領選挙への立候補を検討すると発表した。 9月6日、民主党6人目の候補として、出馬意向を表明した。ABC の番組で、我々は、政府が機能していないことを認識すべきだと強調した。上、選挙資金や選挙権などの政治改革の実現を目指すとし、大統領になって、関連法が実現すれば、大統領職を副大統領に譲るとした。しかし、副大統領に、 誰を指名するかについては言及しなかった。11月2日、2016年、アメリカ合衆国大統領選挙からの撤退を表明した。単行本については、最新作であるリパブリック、ロストを除き、翻訳されたものが日本で発売されている。ありがとうございます。